こんにちは、感激 YouTuber のゆきのです。今日はこちら、夢から覚めた夢ですね。見に行ってきました。もう大好きな作品です。笑いあり涙あり、もう感動で、日本人ならみんな大好きな作品なんじゃないでしょうか。で、今日はですね、感想を喋るので、ネタバレも含みますけれども、そんなにね、なんか複雑な話ではないので、まだね、夢覚め見たことないっていう方も見ていただいても、いつか感激した時に楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、一緒に見た気分を味わっていただけたらなと思います。はい、こんな感じでですね、私はミュージカルを中心に感激に関することをですね、発信しております。もうすぐですね、チャンネル登録者3000名ということが見えてきましたので、ぜひあなたのそのチャンネル登録のポチをぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、この動画楽しいなと思った方は高評価ボタンも忘れずにお願いします。それではですね、早速語っていくんですけれども、去年もう上演が決まってたんですけど、まあ、延期になりまして、で、私もね、見る気満々だったんですけどね。でね、今年リベンジということで撮れたんですけれども、まずね、開演前からこのプログラムをね、まあ、購入いたしまして、で、最初にね、この原作の、書かれた赤川さんだったりとか、あと野村さんね、の、まあ、ご挨拶だったりお言葉が書かれてるんですけど、まずそこでもうね、涙してしまったの。なんかその夢の配達人のおじさんの話だったりとか、あとまあね、このコロナ禍でね、こう上演がさ中止になって、でアサリケーターさんだったらどうしただろうねみたいな話とかさ、なんかそういうこととかが書いてあって、なんかもう上演前からこのプログラムを読みながら、あ、待って、やばいみたいなってて、まだ幕開いてないのにちょっと泣けてきてますみたいになって、で幕がね上がったわけですよ。私が最初に見たのが多分10年前ぐらいなんですけど、その時はもっとなんかこう遊園地感、ピエロ感みたいのがすごくて、で夢の配達のおじさんもその仮面をねつけて登場して、で仮面取って夢の配達のおじさんっていう感じだったんだけど、まあ、今回はさ、舞台上でいきなりね普通に出てきてっていう演出にも変わっていて、まず夢の配達人のそのおじさんがね、劇場の素晴らしさを語るじゃない。もうそこでさ、なんかうわってなるじゃん。でそのさ、夢の配達人のおじさんのさ、劇場っていうね言い方が私はすごいツボなんだけど、それでなんかちょっとね、改めて、あそこすごいいいセリフだから、なんかね調べたら、アサリ演出事務所のホームページにね、そのセリフが書いてあったの。ちょ、読んでいい？今日私たちは劇場で会いました。夢は眠りの中にだけあるわけじゃない。劇場でも大きく膨らむ。どこよりも素晴らしく花開く。誰か出会ってみたい人は、行ってみたいところは、舞台の空間はあっという間に変身してその人と出会わせてくれます。人生を生きるには夢が必要だ。苦しい時、悲しい時はここへいらっしゃい。寂しい時、嬉しい時もぜひ。劇場は夢を作り出し、人生を映し出す大きな鏡です。そうなんですって感じじゃん。もうだからさ、このね、不要不急とか言われてさ、なんか中止とかさ、半分でとかさ、配信でやれみたいなさ言われてる中でのこの言葉よね。人生を生きるには夢が必要だ。劇場は夢を作り出し、人生を映し出す大きな鏡ですと。もう劇場は必要なんですよ、人生に、とかっていうのがさ、もうやっぱより響くわけ、このね情勢の中で。で配達人のおじさんみたいにさなってて、でそしたらね、まあピコがね、私は誰を演じればいいのとか言って、ピコみたいなそれで死後の世界に行ってみたいと、行っておいで行っておいでと
夢の世界へ旅立つわけですけれども、最初にねその遊園地みたいなシーンがあるんですけど、そこにさっきちょっとちらっと言ったんですけど、あの演出がねその最近になってその変わってて、でも私その初期の段階の演出とか知らないから、もしかしたらね衣装と同じように戻ったのかなとか、ちょっとその辺ね、あの皆さんねご存知の方たくさんいらっしゃると思うんで、ぜひコメントで教えていただきたいんですけど、私がその最初見た時はピンクの衣装のピコだったのね。で、その時はね本当に遊園地がのシーンがもういいよっていうくらいぶっちゃけ長くて、でなんか本当にもうピエロだったりとか、なんかすごい竹馬とかに乗った人とかいっぱいいてさ、なんか一輪車とかも多分出てきた気がする、なんかすごい結構本格的なサーカスみたいな感じだったの。でも今回のねあの新しくなった方の演出だと、まあちょっと短めで遊園地のところがね終わって、あなたにいい夢をとか言って言って、でマコに出会うわけです。それでさ、もうマコもね大きな帽子をかぶってグリーンの衣装ですごい可愛らしいんですよ。でそれでねピコとマコが出会って、まあ入れ替わりになるわけです。で最初のねあの曲ですよ、透き通ったような綺麗なあなた、声かけてくれた優しいあなた。でこれですよ、そこでさ、あー来たーみたいな、もう夢さめ見てますみたいな感じになるわけですよ。で入れ替わって霊界に行くわけですね。でちょっと忘れてたんだけど、あらすじ知らない人にちょっと一応言っておくと、主人公のピコっていう子の夢の中っていう設定で、でピコがどんな夢を見たいって夢の配達員のおじさんに聞かれて、で死後の世界に行ってみたいとかって言うから、じゃあちょっとね不慮の事故で死んじゃったマコっていう女の子と入れ替わって、1日だけ入れ替わって、で死後の世界をね1日だけ体験するっていうお話なんですね。はい。で死後の世界に行ったらさ、霊界の空港とかって、まあねイケメンたちが踊ってるわけです。一幕は結構どっちかっていうとみんなの自己紹介みたいのが多いので、そのねしかもみんなね登場人物キャラ強いんですよ。みんなが幸せになったらいいなっていうエンジェルと、てめえのことばっかし考えやがってって言ってるデビルと、入れ墨だらけのヤクザと、ブンブン回してる暴走族と、働きすぎちゃった部長さんと、あとおじいちゃんとおばあちゃんと、あといじめで自殺してしまったメソ、もうね一人一人のこう紹介の歌というか、あのね本人がなんで死んだのかみたいなのとか の歌がソロであるんですけど、もうそれがさこう始まるたびにさ、メソとか呼んじゃうよね。好きなアーティストのライブにさ行く時ってあるじゃん、なんかあれってさ知ってる曲が流れるとキャーってめっちゃ盛り上がるじゃん、なんかそんな感じに近かった。なんかやっぱさ、まあ、今回さ公演期間も短いし自由劇場でちっちゃいから、そんなにねめっちゃ初見の人がいっぱいっていう感じではねないかったわけよ。だからさなんかやっぱ見慣れてる人も多いからさ、みんな歓声は一言も上げないんだよ、上げないんだけど、なんだろうねその劇場のさみんなあーっていうねあったかいあれがね感じましたね。まあでも言うてもさ、あれってさ結構笑うシーンとかも多いじゃない。で私のね結構後ろの人のおじちゃんが結構笑う人だったの、まあ、初見だったからか分かんないけど、もううちらはさなんかもうここ笑うところだなみたいなところはさ、なんかこうクスクスぐらいな感じになっちゃうんだけど、やっぱさ初見の人とかさ声出して笑ってくれたりとかして、なんかもうすごいほっこりしたね。で2幕ですよ。で、まあ、2幕は、まあ、泣けるシーンが本当にいっぱいあるんだけど、まずピコがさメソのことを思って、いやこの黒いパスポートは私のですと、もう最初から白いパスポートなんかなくて私が黒いパスポートを持ってたんですとかって言って、まあ、メソをかばうんだよね。
でその時にさ、うわってなるのか、それを周りのみんなが見てて、いやピコが黒いパスポートなわけないと、もうそんなねかばってるなんてことをみんながねお見通しだったから、子供たちがさちゃっちゃっちゃっちゃとかってさ、こう急にさひざまずくじゃん、わかる？命を大切にしてとか言ってて、もうそこ、その子供たちがチャッチャッチャッチャでひざまずいた時に、あっくる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 みたいなハンカチよーいみたいな、もうあそこのひざまずくところでもうハンカチを準備するところ でそれでね、デビルがゴホゴホとか言って言って、ピコはなくした、メソは拾った、拾ったやつは得しちゃったって言って、みんなでねマコのパスポートを再発行するためにわーって探して、でまあ無事見つかって、でみんなとね今度またお別れのシーンです。愛をありがとう、優しさをありがとうってさ、もうそこがさもうやばいじゃん、本当にもうみんな一人一人に握手したりとかしてお別れをするシーンが、でもほんとそこはもうダーダーですよ、こちらはもうマスクしてなかったら鼻水も大変みたいな、なんかそういう感じで、でそこでさ愛をありがとうが一通り終わって、あやっと終わったと思って、もうちょっと泣きやもうと思ったら、次ねマコとお母さんの別れのシーンです。でそれでさ、もうさこっちはさ次どんなシーンが来るかとかさ、そんなあの細かくは覚えてないからさ、せっかく泣きやんだと思ったらさ、マコとママが出てきてさ、あこうだったみたいなまだあったみたいな感じで、いやあれやばいよね、お母さんがお願いこのままっていうところもやばいし、その後のピコが愛されてた卵、悲しいお母さん、もしも二人がこのままで、もうここもねあのメロディめっちゃいいよね、もう本当あそこ本当にやばい、なんかね音楽的にもやばいし、もうストーリー的にも一番泣けるところだから、もう本当にあそこもやばい。なんかさ愛をありがとうでさえもういる一通り終わったのに、もうまだ泣かせますかみたいな、そういう感じでねちょっとやばいんです。で無事ねこれをやって、で戻って光になったのねっつって終わって、ああもうみんなスタオベですよ、ありがとうございましたと、でやっともうこの号泣の波から解き放たれると思いましたら、野村さんがこう一歩出てくる、野村さん喋ると思って、そうしたら野村さんがさ、もうこのね同じ時間を同じ空間でね、劇場で過ごせた、皆さんと時間を過ごせたのがもう本当に幸せですと、カンパニー一同みたいなことをねご挨拶されたんですよ。もうそれもさやっぱさ、このコロナ禍でさみんながなかなか劇場に行けないとかさ、そういう中でのそのお言葉でまたさちょっともう泣けてくるわけ、終わったと思ったのにみたいな、なんかもう本当にもうみんな野村さんの言葉にもね噛み締めたと思いますっていう感じでしたもう何なんだろう、全然ねまとまってないんですけど、この夢から覚めた夢という作品はですね、日本で生まれ日本語で作られたミュージカルっていうのもあって、やっぱね私たちの心に響き渡りますね。外国だったり歴史みたいな作品ももちろん大好きですけど、でもやっぱさなんかこういじめだったりとか、こう過労だったりとか、まあ本当に身近に感じられるね登場人物たちがこう出てきたりとかっていうところもすごくねこの作品の魅力なので、もうねもっともっと日数多く上演してほしいんですけど、もしねまだ見に行ってないという方はですね、当日券なんかもチャレンジしていただきつつ、次の上演もね今後もきっとされるでしょうから、ぜひね行っていただきたいなと思います。そしてねもちろん今回の公演見たよっていう方だったりとか、今回は見てないけど昔の公演いっぱい見てますっていう方もねたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ、皆さんの好きなピコマコだったりとか、ご自身のねこう感激のエピソードなんかをコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。
はい、それでは今日も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして SNS もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。